じゃあ、幹事社からすみません。昨日ですね、消費税増税についてなんですけれども、昨日こっちから、あ、ここまでいいですか。失礼しました。失礼しました。いつもはね、なんかお話ありますかって言って、大体、いや、ありませんって言って、今日は今日は聞かれないから、一番言いたかったんだけど、先週ちょうど1週間ですね、月曜日から金曜日まで、サンフランシスコとサンノゼベリーエリアを行ってきたんですけど、大保管人ミッションっていうのは、私が大保管人になってから、イスラエルを皮切りにですね、北京の、どちらかというとハイテックの部分と、それからワシントン、これはちょうど2年前今頃、トランプさんかクリントンかって、大体ワシントンの消息地図によればクリントンじゃないかって言って帰ってきたんですけど、それとあと去年パリとロンドン、これもほとんどハイテック、テクノロジー、ビッグデータ、あるいはバイオがどう世界で進んでいるのかで、最後というかもう一個残ってるんですけど、いずれにしても今回は、本当の本場、ビッグデータなり AI なりロボティクスの一体どの辺にあるのかっていうのを、実は今年中に経済同友会、2.0 っていう、組織で新しくここで、また新たにこうリフレッシュしようっていう考えと、我々が設定した時間軸として戦後100年後2045年に向かって、おそらくオリンピックが終わった2021年ぐらいからですね、そもそもどういうアクションを取ればいいのかっていう準備をやろう、考え方を整理しよう、要するに次の日本のデザインを明確に我々経営者として経営者宣言も含めてね、デザインを描こうっていうことを今考えてまして、その基本的な一環で一つやっぱりグローバル化っていうテーマ、要するにグローバリズムとデモクラシーっていうのは非常に危機に瀕しているんだけれども、やっぱりグローバル化と IT 化っていうかデータセントリックな社会で、でなおかつそれが非常に SNS 等を含めたこのソシャル化しているっていう、そういう中で我々、事業をやっている経営者たちは今後どう自分自身を変革し、どう社会を見つめて手を打っていくかっていうのを中心にまとめようとしてるわけですけど、そういう意味で Google 以下そのプラットフォーマー、あるいはベンチャーキャピタリスト、あるいはスタンフォード大学、あるいはグラッドストーン研究所、あるいはセールスフォース .com とかね、そういうあるいはオートドライビング、トヨタリサーチインスティテュート TRI と見学をしてきたわけですけど、一言で言って、この辺のビッグデータ、AI、ロボティクスにおいて、ハードウェアはそれに関連したハードウェアはどうあれ、そのコンピテーショナルな部分というか、コンピテーショナルデザインシンキングというか、要するにそのデータをベースにして、なおかつコンピューターを使ってアルファ碁よりもっと先のそういう人間が演繹的にやってきたものを凌駕する、そういう非常に機能法的なデータをベースにした大変なこのもっと領域の広い物事のデザインなり物事の考え方なり、こういうことの手法を明らかに、Google とか Apple とか Salesforce.com とか取り入れて、ある人によれば一周遅れの日本っていうのをまた新たに認識したというか、それプラスサイバーセキュリティにおいてはある人はもう3周遅れだなんて平気で向こうの人は言ってくれてますが、そういう中で今後我々ってのは相当今後深圳も含め中国の状況も調べようとは思ってるんですが、ここへ来て急速に遅れてしまった日本だから、それはもう社会経済システムが戦後70何年にも経って
その就活含め、あるいは労働の流動性含め、全くもって変革のないこの国、これはもう政治もさることながら国民も我々経営者も含めみんなが反省しなきゃいけないんだけど、そのアナログからデジタルに変換、急激に変換する中でグローバルの中で比較劣位に陥っているという認識を持って思ってね、これやっていかなきゃいけないっていう、まあそこに一言に尽きるんですけど、とにかく新しい、21世紀の半ばに向かって新しい経済社会システムをみんなが作っていく日本にしたいなと、こういうふうに思ってます。ありがとうございます。それではという中で消費税です。すいません、すいません、ちょっと空気を読まずに失礼しました。消費税増税なんですけど、昨日、安倍総理がですね、臨時閣議で 10% を表明されたということなんです。来年10月のです、昨日の段階で、代表幹事からのコメントっていうのもあったんですけれども、改めて受け止めっていうのを聞かせください。もうあと1年しか残ってないわけなんで、日商の調査によると、大企業も含めて7割から8割ほとんど準備ができてないっていう、そういう状況の中でやっぱり、心当たりで、しっかり、政府部内もあるいは中小に限らず実際のマーケットの人々も含めてね、具体的に、準備をしようじゃないかという捉え方を僕はしてますけど、当然もともと消費税8から10っていうのは衆議院選挙でもお約束をしたわけで、正々とやってもらえるものと思ってます。今あと1年しかないというお話だったんですけども、そこで政府に対してですね、何か要望というのがあればお聞かせ願いたいのが1点と、同友会としてその積極的に何か進めていけることがあればそちらについても合わせてお願いします。はい、最初の方に関しては5から8に行くとき、確かにものすごくこう大きな変動がこうあった。で、ヨーロッパ等を含め結構 20% ぐらいの消費税の国なんかでもはほとんど平準化しているって、あまりほとんど変わらない消費税前アップ後っていう意味で、そういう中で今回は相当8から10っていう意味で3が2に、もちろん3分の2になるわけですけど、それ以外に約その 5.6 兆円なり5兆円の中の2兆円ぐらいをね、教育の無償化にこう持っていったり、そういう意味でそういう意味でもコンマ 8% ぐらい、下がるわけですよね。ある意味マーケットにお金が財政の出動があるわけで、プラス軽減税率ってこれも7000億から1兆円それとまたキャッシュレスの部分というのは 2% 下がるとか、あるいは自動車の税の軽減か、あるいは住宅に対するってこう足していくとね、なんか 2% 上げて 0% 全然効果のそういう意味でネガティブな効果はないっていうぐらいに見えるほど、非常に細かく手を打って行こうという政府の意向は大いに結構だと思うんだけど、一方でその財政の健全化っていうのも並行して見てもらわないと、その税収の 5.6 兆円分が10兆円ぐらい使われちゃったらむしろマイナスのようなことにならないように、ぜひそこはしっかりと定量的にね、まとめていってもらいたいな。2020年にプライマリーバランス黒字化という、大きな、何年も続いた目標値が、今や2025年 PB 黒字化というところに変更されている中で、計算からすれば実質 2.0 で、名目成長率 GDP の成長率が 3.0 で計算してもなかなかそのいずるを制せないとプライマリーバランス2025年ゼロからマイナスからプラスになるってことをもうそう簡単ではないという、こういう現実の中で、今回
一つのベクトルの方向として消費税っていうのを8から10に上げるっていうことは野党全体が反対している中で非常に大きな決断として評価はできるんですけど、それの平準化のために使うお金が、やっぱりある程度は限度を決めてですね、財政っていうのも睨みながらやってもらいたいっていうことですね。あと同友会として何をやるかっていうのは、そういう意味で政制と消費税がどう8から10になっても混乱がないように、それなりのそれぞれのつかさつかさで対応していくっていうのと、やっぱりその財政について我々としてはウォッチをしていくべきだとこう思ってます。読売新聞の瀬川と申します。昨日政府のですね、関係省庁連絡会議で、今回の、経団連の採用指針の廃止を受けて新たな、枠組み作りとして、21年入社については現行ルールを踏襲するという方向で、一致したという方向になったんですけども、一方でその中でですね、その新卒一括採用は長期的な話として今後未来投資会議で議論するという話になりました。その新卒一括採用、例えば就職氷河期になった場合にですね、あぶれた人たちが結局フリーターが大量に発生してですね、結構社会問題化したっていう面もあると思うんですけども、先週代表幹事がおっしゃったですね、バッファーの話も含めてですね、この新卒一括採用のあり方について、どういうふうにお考えか、どうあるべきかというふうにお考えかというのをお伺いしたいと思います。新卒一括採用というのは今瀬川さんが言われたようにね、逆にそこで線に漏れた人というのはチャンスが逆になくなっちゃってるわけですよね。通年採用だったらそのチャンスをもう一回、それが年に何回あるかは別として、他の会社に変更することも含めて学生さんにとってもむしろオプションが増える。でもっと深く考えるべきは、この人生100年で、あるいはずっと終身雇用っていうことが本当に正しいのか含めて、これだけ不確定要素の強い産業構造が音を立てて崩れていく、そういう世界なり日本の状況の中で、やっぱり常に別に高校なり大学で勉強するのが勉強じゃないわけで、死ぬまで勉強、こういう明らかに時代に入ってくる、そういう中で大学出てすぐそこだけで良いのっていうか、あるいはそこでもいい会社に入ったから就社ですよね。だけどやっぱり就職ぐらい自分の強いところの職業をこうステップアップするためにいろんなところを渡り合うっていう、そういう流れであれば、卒業後3年とか5年ぐらいバッファーゾーンを設けて、それでそのぐらいの人たちの層を入社試験なり、それは各企業に自由度に任せてね、年に何回やるかは別として、アメリカなんかグーグルなんか言ってましたけど、週に1回やってるんですね、人事会議を。それで必要な人を必要な時取って、辞めるべき人は辞めてもらうっていう、こういうところまで来ている国も会社もいっぱいあるわけで、そこと競争しなきゃいけないっていう中でね、やはりだからといって、じゃあもう用意どんでパッと今の高校からの大学2年生からもう全くっていう、でもこれもやはり学生さんにとってはえらくしんどいだろうから、そこはそれこそまたトランジエントな、トランジットな、そういう条件っていうか考え方っていうのは議論したらいいと。いずれにしてもその雇用の流動性、こんなもん入社してからだってね、10年経って会わない、あるいは自分 その社内だけじゃなくて他の会社も含めてもっと流動的にやはり考えるということの一環として、定期採用からいわゆる通年採用という踏み方をすべきだと思います。お願いします。
通信社の奥野です。よろしくお願いします。外国人労働者受け入れ拡大に向けた在留資格の議論が今急ピッチで進んでおります。対象業種や受け入れ体制の整備といったものが今後の論点となる一方で、議論の時間が短いんじゃないかといった批判も突き止まってますが、今後の制度設計や、国会含めて今後どういった議論が必要なのかですね、代表幹事のちょっとご所見を伺わせてください。今の状況の把握とすればね、比較的フィジカルな労働といいますか、頭脳労働でなおかつ大変な資格を持った人たちというか、そういうプロフェッショナル側の人たちよりむしろ比較的肉体なりあるいはこうルーチン的な労働をする人たちが絶対的にもう不足しているという中で、何らかの手を打たなきゃいけないのはもう明らかなんですが、一方ではプロフェッショナルも含め、帯同を許して、5年10年あるいは半永久的に、どちらかというと永住権的なものにこう実態としてはなっていくという部分と、そういう、どっちかというとルーティンワーカーをやっぱり不足しているからって、5年ぐらいのレベルでこう来てもらって帯同を許さないっていうぐらいのレベルだといいんですが、それがどんどんなし崩し的にこう増えていくってことになると、ヨーロッパで今完全にポピュリズムが入ったこと、あるいは右寄りの政治がこうだいぶ優勢になってるっていうのは、かなりその移民問題っていうか、そこがここ5年ぐらい大きな問題になっているっていうのも一つのやっぱり教訓としてね、例えばシンガポールみたいにインドとかマレーシアから非常に人を呼んで、だけどリーマンショックが起こったら全部返しちゃうというぐらいすっきり政治ができる国だったらいいですけど、そう簡単にはいかないでしょうから、非常にイリバーシブルの部分というのがあるということを認識しながら、深く議論してもらいたいなとこう思ってますけど。すいません、テレビ朝日の朝日と申します。先ほどの消費増税に関連してちょっとご所見をお伺いしたいんですけども、今回はそれこそ軽減税率だったり、ただ上げるってだけじゃなくて、その下げる部分とかっていうのも準備がいろいろ必要なんですけども、あと1年を切ってる中で、この1年間でその準備というのは間に合うと思われますかというのはご所見をお伺いしたいというのと、あと万が一ちょっとこれが仮定の話なんですけども、それこそこれから対策を練ってやっていくって形の中で時間が間に合わなかった時に延期する可能性もあるというふうにお考えでしょうか。間に合う部分と間に合わない部分が、間に合わない部分の可能性を持ったものがあるとこう思いますよ。だから例えば自動車なり住宅に対するいろんなメジャーみたいな、これはもうさっとできると思うんですよね。あるいは軽減税率の一般的なものもできるでしょうけど、今コンビニでちょこっと立って食べるようなものを一体どうコントロールするかとかね、あるいは2% のクレジットを特に中小でキャッシュレスでやると 2% を何て言うんですかもらえるとかいうのは、相当早めに準備しないとなかなかちょっと本当にスムーズに立ち上がるかどうかだけど、スムーズに立ち上がらなくても そういう部分については10月に限らず、これこそまたバッファーゾーンみたいなのを考えるとか、それをもって消費税は上げないっていうことは僕はありえない。もしあるとしたら本当に文字通り米中のこういう貿易摩擦とか、ヨーロッパもだんだん景気が悪くなり、どちらかというとアメリカの金利が上がることによって、どちらかというとブラジルなりアルゼンチンなり、そういう
トルコなりそういうところからお金が引き上げられることによって全体がリセッションに入ってしまうとかね、そういう状況にこの1年後にすぐなるとしたらそれは考えられないわけじゃないけど、まあ日本の場合オリンピックもありますしね、まあなんとか2020年ぐらいまでは引っ張れるとこう期待して、ぜひともこれだけ決めたわけですし、これが3度目の正直としてやってもらいたいなと、こういうことです。毎日の横山です。先ほど の外国人労働のところがもうちょっと分かんなかったので教えてほしいんですけど、まあ、あの労働力不足、足元の労働不足対応のために入れるとなると、それはまたそのいろいろな、まあ、移民問題を例に見ればいいような、いろんな社会的な問題も起こるよねっていうことだったと思うんですが、でその上でそのユニバーサルな部分があるということで議論をしてほしいということなんですが、ちょっと私あまり理解ができないので、もうちょっとあのどういう問題意識を持ってらして、そのプロフェッショナルの方と、まあ、比較的単純労働に近いものとありますけれども、どういう整理してどういう議論すべきなのか、であと時間軸の問題で、やはりその議論するにもそこまで考えると結構骨太な議論が必要で、いきなり来年っていうのもなかなかハードだなと思うんですが、その議論の時間軸も含めて教えてください。まあ、要するに21世紀の中頃っていうか、まあ、我々で言えば2045年あたりにね、大体どうなってるかっていうのをやっぱりまず基本的に考えなきゃいけないと思うんで、まあ、日本の場合は少子化であり高齢化であり、ただ一方ではそのかなりロボットなり省力化のオート、まあ、かつてのオートメーションっていうか、その AI を使ってロボティクスで、まあ、ある部分においては労働自体が取って代わられてしまうんではないかっていう部分と、これ両方だと思うんですよね。当座はとにかくものすごく人手不足だと。でその特にフィジカルな、どちらかというとルーチンワーカーについて、なんとか今とりあえず手当てしないと、それが非常に、経済の成長に今負になるとしたら、だったら明確に5年なり10年ということを区切ってね、そういう海外からの労働者を呼んでくる。で一方ではその産業競争力をつけるためにはかなり高度のタレントを持った、外国人、とりわけそのまあアメリカをあそこまでその AI なりデータを中心とした国に変革した、そういう移民政策によって、まあ、インド人なり中国人なり、ユダヤの民なりを、まあ、サンフランシスコ界隈にこう集めたがために多様化し、非常に活性化した経済を作ったって意味で、非常に知的労働者って意味ではやっぱり日本はもう少しそういう意味でソフトウェア含めてソフトウェアの労働者が非常に少ない、そのデータサイエンティストが日本人だけでこう養成してもとても間に合わないっていう中では、まあトランプさんがある意味でそういうところをこうどちらかというと規制するっていう意味ではいい今条件にあるわけですよね。だからそういう人たちにもやっぱり来てもらって、とにかくまあ1週遅れ3週遅れの部分を早く取り返すと。だからそこは一部ちょっとこう区別して考えなきゃいけないと思うけど、ゆくゆく少なくとも、まあ、そんなシンギュラリティの時代が来るとか来ないとかは別として、まあ、2030年ぐらいになれば相当そのルーチンの部分っていうのはロボットに置き換わる。まあ、ラスベガスのコーヒーショップやあんなの見るとほとんどロボットがやってますよね。だから、まあ、そういう時代になると逆に日本みたいに少子化し高齢化すると社会的には社会問題的には非常にいいんじゃないかっていうことも想像できるわけですよね。だからそういう時になってあんまりオーバーフローするような政策は取るべきでないと、そういうことです。
日本放送は畑中と申します。あの冒頭代表幹事がそのやはり日本はこう遅れていると、で新しい経済社会システムの構築をというお話がありましたけど、そのもろもろのいろんな要素を先ほど挙げられたんですが、この中でこれだけは、まあ元凶と申しましょうか、あのこれだけはもうとにかく早くやれ、すぐにでもできるんじゃないかというようなもの一つだけ挙げるとしたら、どういうことが挙げられますか。まあ、日本がこの世界の中でどこが比較優位かっていうのをやっぱりそこを大切にすべきだと思うんですよね。それで今日本を取り巻く世界の中で、3つがやっぱり一番リスクだと僕は思ってるんですよ。一つは、まあ、北朝鮮を中心にした、あるいはイランを中心にした核戦争の危機で、一つは地球がそろそろ CO2 の問題、今回の IPCC なんか見ると2030年までに 45% CO2 減らさなきゃいけない、で2050年までには 0% に CO2 の排出量をしなきゃいけない、なぜなら 1.5°C、 産業革命以来 1.5°C、 もう1度ぐらい上がってきてるんだけど 1.5°C でとどめるためには、そうでないと大変な洪水だとか、まあ、この夏の日本の状況を見れば分かるように、かなりの部分やっぱり CO2 なりそういうグリーンハウスガスの問題ってのが来て、あるいはプラスチックの海水のデブリの問題とか、あるいはもう当然まあ、牛肉なんか食べるからやたらと、まあ、CO2 に限らず水を使いますよね。だからそういう地球環境の問題で人類が崩壊してしまう。もう一つはやっぱりテクノロジー、基本的にはサンノゼ界隈でこう出てきたああいうデータを握った人たちが世界を支配する。でこれは必ずしも欧米アメリカだけじゃなくて、深圳を中心にして中国がとてつもない勢いでそのデータセントリックな社会、それもこうデータディクテーターシップっていうか、非常に先制的にこう極めて効率よくやってきている。この3つですよね。でその中で日本がどうするかっていうと、やっぱり僕はものづくりを、まあものづくりがうまかった10年ぐらい前まで、それでどちらかというと相対的にコンピューターアシステッドな部分も弱かった日本、いまだにデジタルっていうかマイナンバーがね 10% ちょっとしか、あるいはデジタルディバイドとかいう、まあ、ある意味の優しく差を持った日本国ではものすごくそこが遅れちゃってるっていう中で、そこをもう当然キャッチアップするのは当たり前なんだけど、やっぱりそのものとことっていうか、ものとコンピューターデザインとの合わせたあたりで、とりわけ環境問題的なものに手を打つっていうのが一つの設計としては面白いのかなと思う。これどれ一個やるってわけにはいかないんで、全部やるしかないと思うんですけどね。まあそういう意味でやっぱり外交、北朝鮮問題も残ってるでしょうし、環境問題もあるでしょうし、テクノロジー、これをなんとか日本らしい形でこう対応していくっていうことじゃないかと思いますけど。朝日新聞の加藤です。消費税の引き上げに関連してなんですが、昨日官房長官の会見で記者がですね、最終判断はいつかと聞いたところ、官房長官はそれはまあ総理が状況を見て判断するだろうと言っておりまして、まだ最終判断まだということなのかなと。先ほど代表幹事もですね、リセッションの場合は、引き上げないことも容認するかのような発言があったんですが、それはどの程度のこう株価が2万円割ったとかですね、どのぐらいのレベルのことを想像していらっしゃいますか。なんか定量的には言い難いんですけど、それは本当のリセッションだよね。リーマンショック並みのね、あれでもうお金も動かなくなり、それこそ経済活動を誰にも貸してくれなくなるなんて時に消費税上げることはないですよね、やっぱりね。容認とか容認じゃないとかいうレベルじゃなくてまあだからそれをどこに線引きするかってのは誰も分かんないんじゃないですか。まあその時のまた感覚でやるんじゃないですか。
これはだって経営判断とかなり近いですからね。基本的な考えは多少の交代でも上げるべきだと。いや、それは当然ですよね。だから先週乱高下っていうのは結構 しましたよね。まあそのファクターは4つや5つのファクターがあるかもしれないけれども、だからといってそう OK っていうか、まあこの1週間こんなのダメになっちゃったからやめましたっていう、それはないですよね。昨日そのキャッシュレスの話がかなり出てね、まあ言ってみればその 2% を還元すると、ただその前回もあったことがあるんですけど、それを機会にそのもうやめちゃおうと商売をね、それをそのいわゆるキャッシュレスを普及させるために、特にその中小に対してですね、レジの投資を促すための支援をするとかって、まあ予算措置があるからこの時にやったっていう説もあるんだけど、その流れっていうのはしょうがないんですかね。要するに現金商売でやってるうちって結構あると思うんですよね。だからまあ、まさに光と影があるんだけど、そのじゃあ中小っていうけど零細とどう分けるのかとかね、でどこまでがそういう機会を無税まあ、国がサプライズするのかとか、まあ、そういうところ具体的なことはまだ全然明確じゃないんで、なんとも言い難いんですけど、日本のそのキャッシュレス社会に対する抵抗をそれをもってやっぱり変革するっていう意味では僕は一つのツールだと、こういうのは見るべきだと思います。いかがですか、よろしいですか、ここで終了させていただいて、どうもありがとうございました。すいません、最後に冒頭に大学院からサンフランシスコ、サンノゼに今言ったと申し上げたんですが、サンフランシスコベイエリアということで理解をいただいて、サンノゼはちょっと言っておりませんで、シリコンバレーの中国でサンフランシスコベイエリア、サンノゼそのものは言ってないんでね、マウンテンビューとか